はい。じゃあ、今日も町子先生と一緒に復習をしていきましょう。えー、このビデオでは、Was the w e r b 同士の過去形、I'm、um, is a r e の過去形について話します、えー。このビデオを見た後、去年の学校行事について皆さんを話すことができるようになります。では始めましょう。えー、最初にこの質問から始めます。えー、質問の内容は、えー、What school event did you like? えー、どのスクールイベントが好きでしたかという質問です、えー。私たちは4つ大きなスクールイベントが去年ありましたね。覚えてますか、えー、?1 つ目はスポーツデイ運動会、えー、2つ目はコーラスコンテスト合唱コンクール、えー、3つ目はフィールドトリップ子、えー、外学習で最後がスキートリップスキー教室この4つがありました。 はい。では、改めて質問ですが、えー、皆さんはどれが好きでしたか、えー、英語で言うと、What school event did you like? What school event did you like? 答えられますかこのように答えますね。I liked 学校行事。I liked の後に学校行事を言って答えます。えー、私の場合は、例えば、I liked the ski trip. 私はスキー教室が好きだったので I like the ski trip と答えました。皆さんはどうですか ?2、えー、つ目の質問に行きます、えー。How was it という質問です。この How was it というのは、えー、何か出来事とか、まあ、イベントとかに対してどうでしたかどういう感情を持ちましたかっていうふうに聞くときに使う便利な質問です、えー。この質問に答えるためには えー、皆さんはこういうような答え方をすることができます。「It was、えー、感想」「It was 感想とか気持ち」というふうに答えます。えー「ほにゃららでした」というふうに答える時に使います。で、この空欄には、えー、こういう感じの言葉を入れることができます。ちょ例えば、えー、What school event did you like?「I liked s k i t trip」して How was it? どうでしたかと聞かれたら、It was exciting! えワクワクしましたというふうに答えます。It was exciting! 例えばとは、It was amazing! 素晴らしかった !It was amazing! というふうに答えることもできます。はい、それじゃあ、ひ、えと、ー、つちょっと注意しなければいけないことがありまして、えー、それはもしあなたが 2つ以上のものとかイベントについて言う場合には、they were というふうに言わなければいけません。えー、例えば、えー uh, What school events did you like? って聞かれて、I liked field trip and ski trip と2つのことについて言う場合には、えー、感想を言うときには、they were exciting もしくは、they were amazing というふうに でを使います、えー、もしくはこういうパターンもありますね。I liked ski trip.I ate おしるこ and 豚汁。They were delicious.、えー、今、おしること豚と汁という2つのことについて言いましたので、it was ではなくて they were delicious というふうに言わなければいけません。はい、それでは。 あと、how is it の答え方を2つ紹介したいと思います。1つ目は、I was 感情。私は何々と思いました。もしくは、we were 何々。私たちは何々と思いました。例えば、I liked ski trip.I was tired。スキー教室が好きだったけど疲れたと。I liked ski trip.We were happy。スキー教室が好きで私たちはハッピーだった。 ここで簡単にポイントのおさらいをしておきます。行事やものについて感想を言うときには、it was 何々、they were 何々と表現します。they were は2つ以上のものについて言うときに使います。何々の部分に入る言葉は、fun 楽しかった、exciting ワクワクした、nice 良かった、amazing 素晴らしかった、beautiful 美しかった、delicious、美味しかったのようなものがあります自分の感想や気持ちについて言うときには I was、何々もしくは私たちはというように複数の人について言う場合には We were、何々と表現します何々の部分には Happy、楽しかった、幸せだった Tired、疲れた Nervous 緊張した、サプライズで、驚いたなどのような言葉が入ります。はい、それじゃあ、今習った表現を使って、去年の学校行事について実際に話してみましょう。私がまず例をやってみますので、ちょっと聞いていてください。では行きます。I liked the ski trip.It was amazing.I enjoyed skiing. It was fun. I ate tonjiru and oshiruko. They were delicious. I talked with my friends at night. We were happy. I liked the chorus contest. It was exciting. ワクワクした It was exciting.We sang sang っていうのは、シングの過去形歌ったってみ。We sang、平和の鐘 We sang 平和の鐘, We sang 平和の鐘 I was nervous. 緊張しました ?I was nervous.We got the first prize. We got the first prize got first 一を取りました。 We were happy. We were happy. こんな感じです。はい、それじゃあ、今度は皆さんの番です。じゃあ、えー、これらの表現を使って、去年の学校行事について話してみてください。それでは、いきます。じゃあ、私が質問します。What school event did you like? ありがとうございます。そして、 How was it? どうでしたか、mm hmm. ではその時にしたことを教えてください。What did you do then?、Mm hmm. Very good. And how was it? ありがとう。他にしたことは ?What else did you do?What else did you do? 他に何しましたかうん、そんで、How was it? それはどうだった ?very good. ありがとうございました。はい、じゃあこれでえこのビデオは終わりです。もし質問や提案があればコメント欄にコメントを残してください。ではまた次のビデオでお会いしましょう。Thank you for watching. See you again soon.